今回は IBS クルーザー級ノンタイトルマッチ10回戦をやっていきます。対戦するのは世界ランク2位のこの人、ポーランドの人だね。ジュリアンとかでいいのかな。うん。戦績は18勝18KO11敗。あれ、こいつ前戦わなかったっけ。あのクルーザー級で一番最初に戦ったやつが確かこんなやつだった気がするんだけど、気のせいかな。まあいいや。で、右利きのボクサーファイタースタイル、普通の構えの選手だね。うん。まあ能力値は世界ランカーとしてはレベルが高いって感じかな。やっぱ戦ったことある気がすんなこいつ。うん。もしかしたら再戦かもしれないね。なるほど。一度戦ったやつともう一度戦う感じか。まあマークは無敗なんで、まあ間違いなく一度勝ってると。そういう相手なんですけど、まあ向こうがね、先の敗戦を反省してね、数値以上にこっちの対策をいろいろ積んできたりするっていう可能性もあるので、まあぶっちゃけ言うとゲームだから、まあそんなこと考えてないワンパターンの AI なんですけど、まあそういうノリもね、ある程度考慮に入れて警戒して戦っていきたいと思います。うん、そんな感じですね。軽量に行きましょう。クルーザー級の上限は190ポンド。今のマークの体重は189ポンド4分の3。軽量は大丈夫そうだね。And now, cruiserweight, non-title match, 10 round match. 今回の会場はロベルトスタジアム。うん、パナマにある会場ですね。まあ、マークにとってはお決まりの海外遠征での試合となりました。前回この人と戦った時は、どこで戦ったんだっけかな。もう、結構前の話だから、覚えてないんだよね。うん。まあ、どこでもいいか。それでさ、なんだっけ、このゲームさ、そろそろさ、百数戦してくるとさ、なんだろうな、試合会場っていうの、あ、ここ前も見たな、またこうか、みたいなのっていうのが出てくると思うんだけど、うん。これね、仕方ないんだよね。実はこのゲームって、選べる試合会場もっとたくさんあるんだけど、なんだろうな、規模によって選べる会場が違ってて、例えば日本国内クラスだと後楽園ホールとか選べるんだけど、世界戦レベルになると選べなくなっちゃうんだよね。そのせいで、まあ、同じような会場何回も回るみたいな、そういうことになるわけなんだけど、まあ、そこの辺はね、マークが偉大すぎるから起きてしまう弊害ということですね。その辺はまあ仕方ないということで、今回も始めていきましょう。もしマークが、なんだろうな、もっと日本チャンピオン時代とかさ、東洋太平洋チャンピオン時代とかうろちょろできる人物であるならば、もっと規模の小さいね、数種類の会場を回るみたいなことができたのかもしれないですけど、まあマークはすぐ世界に来ちゃった男なんで、それだけね、偉大な男なんで、まあそういう楽しみ方ができないのは仕方ないと。もしね、この動画を視聴してくれている皆さんの中で自分でボクサーズロードをプレイするっていう方がいたらね、そのあたりもね、楽しんでほしいかなっていう感じ。そう、日本タイトルダッシュとか、そのあたりの何、うん、会場選びっていうのもまた世界戦のいろいろと違うものがあるから楽しんでほしいっていうのがありますかね。うん。そもそもマークはね、ちょっと才能の塊だったから、こうやってね、もう親ので続くものを見つからなかった。まあとりあえずもう人生の半分以上世界タイトルマッチで過ごしてる男なんですけど、まあそんなマークだからこそ、まあ見ることができなかったボクサーズロード、ボクサー人生、ボクサーの歩みってのももちろんあって、それを体験ってのも変だけど、まあそういう道筋を通ったボクサーってのを自分で作り上げていけるのもこのゲームのやり取りだね。ただ世界チャンピオンになることだけが、まあこのゲームのね、面白さの全てではないと。そういうところもね、ちゃんと見てっていうか、何、そういうところもこのゲームの楽しみとしてあるのでね、そういうところもね、紹介できればもっと良かったかなって今更なんですけど反省もしてますね。うん。最初はね、前回級制覇なんて仰々しいことやるつもりなかったんですよ。だけど、なんかこの動画投稿してる間にね、ボクサーズロードって3シリーズあるんですけど、これ含めて。前も話したっけ？まあ、プレイステーション版の初代ボクサーズロードと。
あと、はじめの一歩2ね、プレイステーション2のやつがあるんですけど、その中でね、この作品だけ、全階級制覇が確認されてないんですよね。まあ、やった人はいるんでしょうけど、あくまでやったぞってコメントぐらいで、実際にそれを本当にやったかどうかっていうのの、証拠画像っていうか何、証拠の動画みたいなのが上がってないんですよ。なので、これが、まあ、初めてのボクサーズロード全階級4団体統一達成者になろうかなっていう、まあ、意気込みが途中で生まれたんで、路線を変更してね、こういうことをやり出したっていうわけなんですよね。うん。そんなことを語ってる間に、まあ、誰だっけこいつの名前忘れたけど、倒れましたね。うん。どうなんだろうな。前回の試合以上にあっさり倒せたんじゃないか、今回は。うん。まあ、そうであってほしいね。まあ、マーク能力的にはね、そろそろ、ステータスが落ちてくる年頃なんだけど、まあね、体力的には落ちてっても、まあ、ボクサーとしてはまだ成長してるぞっていうところを見せたいので、なんだろうな。前回より彼をあっさり倒すことができていたら、まあ、万々歳ですね。そんな感じ。で、次は、まあ、この団体の世界チャンピオンに挑む、いつもの流れ。多分、次のチャンピオン倒せば、クルーザー級は全部世界タイトル回収かな。うん。そんな感じかね。うん。今回はクルーザー級タイトルマッチ12回戦4団体統一戦をやっていきます。対戦するのは IBS の世界チャンピオン。戦績は29勝29KO3敗、構えは右利きのヒットマンスタイル。まあ、火力が上がって機動力も上がって、代わりにパンチのスピードが落ちる、そんな構えだね。うん、出たわね、クルーザー級最後の大物。まあ、ヒットマンスタイルってだけでまあぶっ壊れなんだけど、それでまあタフでパンチ力もあって素早いと。化け物だね。ステータスだけって言えば今まで戦ってきた中で一番危険かもしれないね。よりにもよってヒットマンスタイル。ヒットマンスタイルでさえなければまあなんだ、ちょっと打たれ強い波の世界チャンピオンで済んだんだけど、ヒットマンスタイルだね。まあヘビー級に挑む前の最後の砦としてふさわしいやつが出てきちまったか、そんな感じがするね。まあどうにかしてヒットマンスタイルの弱点をついて攻略していく感じかな。あまり気持ちよく戦わせてもらえないだろうね。厳しい試合になるだろうけど、まあやるしかないと。そんな感じですかね。軽量に行きましょう。クルーザー級の上限は190ポンド。今のマークの体重は189ポンド4分の3。軽量は大丈夫そうだね。And now, Cruiserweight Title Match.12 round match. 今回の試合会場はニューヨークアリーナという架空の会場です。おそらく、まあ、名前からしてアメリカにある会場なんでしょう。この会場ね、世界戦の規模でやる会場としてはあまりでかい会場ではないんですけど、まあ、なんか特別感がある会場ですね。まあ、このゲームって一番戦った状態でなんで256戦できるんですよ。それ以上やると強制引退っていう感じなんですけど、その256戦目で戦う相手っていうのは絶対ここで戦うことになるんですね。まあ何かしら曰く付きのっていうか、まあボクシングの歴史に関して何か大きなものを持ってる、そんな会場なんじゃないですかね。でそんな会場で、まあ、クルーザー級の頂点を決めるこの一戦ができるっていうのは、まあありがたい話なのではないでしょうか。今回の相手ね、土着と手強い相手なんですけれども、まあどうにかして勝ってね、そのクルーザー級4団体統一王者っていう栄誉を、まあ、
得たいなと。そして、まあ、満を持してね、ついに最後の階級、ヘビー級に乗り込みたいなと。そんな感じですかね。始めていきましょう。ヒットマンスタイルの弱点はもう分かりきってんだ。ガードされると何もできない。これを的確に使う。そして5の線でジャブを入れまくる。これでもう完全に相手は機能です。卑怯とは言うまいね。ヒットマンスタイルを使ってる時点でお前も十分卑怯だから。この対策にね、対応できないやつがある。マークはね、ヒットマンスタイルを使ってる卑怯者ではあるけれど、ブロックタイプで弱点を対策されてしまった時も、ちゃんとそれを打破して生き延びてきた男だから、ね、このチャンピオンもね、そのマークのしたたかさ、たくましさをね、見習って生きていってほしいと思う。もし、卑怯だと思うなら、勝ちたいのであれば、マークのこの鉄壁のブロック、破って勝ちなさいと。そう言ってやりたいと思います。そもそもね、CPU の選手、まあ、このゲームの敵選手って、もうあからさまに違うんですよ、プレイヤーのやつと。そんなにステータス上げられねえだろっていうステータスで、平然と立ち向かってくるので、ある程度こっちが卑劣な手段使っても、バッチは当たんない。そういうことですね。まあ、これでも緩和された方で、まあ、一番ひどかったのは初代ですよね。こっちのステータスが最大で3万までしか上げられない。しかも3万ってカンストの値であって、別に全ての数値がそれを目指せるとかそういうわけじゃないんですよ。どこか上げようとすればどこかが下がってしまうので、まあ、全部3万っていうのは本当に理想体であって、本当に狙える数値じゃないのに、相手は5万とか4万とか平然と出してきましたからね。まあ、それに比べれば、まあ今作は、まあ、ぬるい方かなと。そんな感じですかね。試合の方に全く触れてないですけど、まあ、いい感じに立ち回れてるんじゃないかな。何回か相手をふらつかせられたしね。うん。問題は、今回の相手ね、硬いんだよね。7万、70万か。70万あった。ライフが。ここまで硬いとね、もう、あっさり、ぶち抜けはしないという。あと、この得意のガードのモノセン戦法もね、なんか今までと比べると、効きが浅い感じがする。なんだろうな、相手がでかいせいかな、なんか思ったよりね、こっちのジャブが相手に入ってくれないっていうのがある。相手の攻勢も封じてるけど、こっちの攻勢も封じられてるっていう、膠着状態に陥ってる感がある。うん、えい、相手もこっちの対策をちゃんとしてきてるね。この線でジャブを入れてるんだけど、そのジャブが飛んでくるところにちゃんと左の拳を置いてパリーしてきてるっていうの、うん、ヒットマンスタイルの弱点って、まあ、何、そのハンドスピードの遅さと、あとね、左の手の位置が低いじゃん。だから顔面にパンチを当てやすくなっちゃうっていうガードの甘さなんだけど、彼はそのガードの甘さをうまく克服してきてる。しかもその克服の方法が、ただガードに頼るとか、そんな、何、マークがやってるような単純なやつじゃなくて、その、こっちがジャブを打つタイミングで、ジャブを打とうとすることによって、ちゃんとガードを開けて、開けるんじゃない、ガードをし、何、も、あ、が、なんていうの、まあ、パリーする手を瞬間的に持ってくるっていう高度な防御技術を使ってるんだよね、こいつ。だから、まあ、波のヒットマンスタイルの選手じゃないということだよ。マークみたいに強いから、まあ、ヒットマンスタイル使うわっていう甘っちょろい考え方でヒットマンスタイル使ってるんじゃなくて、俺はこのスタイルが天職なんだ、このスタイルでこそ世界を取れたなと、そういうね、もう必須のヒットマンスタイラー、まあヒットマンスタイルの人みたいなところあると思う、こいつ。だから何、今回は何、弱点ガン疲れで空回ってるんだけど、それでもなお食らいついてくるよね彼は。そんなね、姑息な手段で俺の天下無敵のスタイルを破れると思うなっていう、この人のね、意地みたいなものが伝わってくるね。よし、まあ、ストレートが入んないんだったらこっちにだって考えがあるな。フックなら近づいてから打てば
その左手をかいくぐって顔面に入れることができるんですよ。なのでうまくねジャブとフックを使い分けて相手のねパリーをかいくぐって的確にダメージを蓄積させていきたいね。あとフットワークが テクニカル。なんていうの、なんていうんだろうな。こっちが下がった分だけ下がってきて近づこうとしてるのにね、ちゃんと離れられちゃったり、逆にもう少し離れちゃっ、離れればいい感じにパンチ当たるのになって位置に来ると的確に距離を詰めてきて、こっちの何気持ちよくパンチを打てる距離ってのを妨害してきたり、いろいろやるね。ダウン奪ったけど、まあ、スリップだね。大したダメージにはなってないでしょ。ただ判定で有利に立てたっていうのが大きいね。これで相手はもう倒して勝つ以外ないみたいな感じのマインドになってるはずだから、まあ、そこをうまくついてね、今まで以上にバシバシとパンチを入れていきましょう。そういう感じですね。今何ラウンドだっけ、よく覚えてないけど、まあいいや。今回は、まあ、判定も視野に入れて戦ってるよ。打たれ強いからね、もしかしたら、ね、倒しきれない可能性ってあり得るから。よし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 。ここで追撃できないのが、まあガード、じゃブロックタイプ、あるいは、まあマークの悪い癖だ。ただな、変に突っ込んでいってね、彼のね、ヘビーパンチをガツンってもらった時にはね、大事故、不可避なので、まあそういう危険性をね、一切排除して戦っていく。それもまあまた、プロの姿でありますから、まあうまくやっていきましょう。ちょっとびっくりしたわ。彼のフットワークは相当優秀だね。ヒットマンスタイルの補正もあるけど的確だわ。こっちのジャブと同じスピードで下がっていくの。パンチのサキードと同じぐらい足が速くて、どうなんだよこいつ。ボクサーより短距離走の選手とかやった方が良かったんじゃないか。しかも後ろ向きだから。まあ単純にマークのパンチが遅いってのもあるかな。うん。まあこの辺の単純な身体能力ではやっぱり世界レベルの強豪には勝てないね。うまく戦術と、あとは何だろう。ガッツでうまく補っていく。そこで、まあこれまで勝利してきたのがマークっていう男だから。あとはゲームシステムの悪用。まあそこのところをうまく、何、戦いに織り交ぜて、まあ、これからもね、勝っていければと思っております。このラウンドもマーク取ったんじゃない？さすがに2発ヒットした選手より、ね、判定で負けてるってことはないと思うんで、まあ、この調子で、まあ、あわよくば12ラウンド。まあ、よりできるのであれば、倒す。ラウンドのどっかで決定的な一撃を決めて倒して。ダウンは奪ってるからね、スリップダウンとはいえ。これを続けていけば、まあ、夢じゃないと思うよ。よし。よし、フック入るね。あと、ラウンドが経過したことによって相手のスタミナが落ちてきてる影響もあるのかな。大振りのフックが当たるってことは、まあ、すなわちそういうところだろうね。スタミナはそんなにある選手じゃないけど、あれだろうね。元からあまり、なんていうの、スピードが、ヒットマンスタイルのせいでハンドスピードがなかったのが、なんだろう、そのラウンドを重ねてスタミナが減ることによってより顕著になって当たりやすくなった。そういうところだろうね。波の選手ってか、なんか世界レベルの普通の選手にはさ、こうやすやすとさ、フックって当たらないわけよ。あとダウンのダメージもありそう。スリップダウンとはいえ倒れてるわけだから、まあ、ダメージ上は深刻じゃなくても、まあ厳しいものをいろいろ持ち合わせてるのかもしれない、まあ、そうなってくるとね、こっちもそれが狙い目になってくるわけですよ。フック対応でガンガンダメージ当てていくぞ。えい。えい。えい。
相手めっちゃイライラしてるだろうな、こ向こうのパンチは当たんなくて、こっちのパンチはもろで当たって倒れて、うん、相手にいかにね嫌がることを、相手がいかに嫌がることをするか、それもねボクサーとして強い条件ですよ。マークはそれがね徹底してできる男なんで、この試合ももらいますよ。よし、タイミングは狙わないとな。確かにフックがこいつには入るけど、闇雲に打ってもね、さっきみたいに空振るだけなんで、まあうまくここでフック入るなーってところで狙っていく感じ。よし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 、相手の距離をよく見て、フックってまあ全部のパンチの種類の中で、なんでもストレートと比べたらか、範囲は広いか、うん、当たりやすいパンチなんだけど、モーションが大きいからね、世界レベルになるとねすぐ読まれちゃってカウンター打たれるんだよね。だからタイミング考えて打たれる、フックをね、まあ、これはアッパーにも言えることなんだけど、アッパーはね、なんだろう、範囲がそこまで広くないから、まあ、そもそも当たんねえよボケって油断させてるところに突っ込めるから、まあ割と当たるので、ストレートはまあもう、もちろん一番当たりやすいパンチだから、もう対応してくるよね。で、アッパーは、まあ、狙い時が狙い時だから、まあそりゃ当たるわなっていう、まあそういう、そりゃ当たるわなって場所でしか狙えないから、まあ当たるわけ。フックは狙えるチャンスがいっぱいあるんだけど、なんて言うんだろうな。いや、そこは絶対来るだろうって。相手が分かっちゃってるから、簡単に読まれてね、簡単にカウンター放り込まれるんだよね。なので、まあ、本当に、的確に入れていかないと、カウンターの餌食なんで、そこはね、気をつけていかないと。いかに相手がハンドスピードが減ってるとは言ってもね、そりゃ、カウンター狙えるぐらいのスピードは残ってます。なので、まあ、その辺もうまく考えて戦っていかないと、まあ、逆転の可能性はありますね。ただでさえね、なんだろう。骨折しまくってるからね、マーク。多分、今回の場合は、相手のパンチで折られてるってよりは、自分の拳で、頑丈な相手殴りまくってるせいで骨折してるんだと思うんですけど、いて、やばい、入っちゃった。もろにもらっちゃった。ああいうのまずいぞ。今回の相手ね、パンチ力高いから、ね、油断してると、一気にやられるぞ。よし、よしよしよし。フックが入らなくなってきたの。インターバルで回復したか。あれはラウンド後半になって戦い方変えてきたのかもな。今までのフック連打が刺さったっていうのは、まあ、相手の戦い方のせいもあって、その戦い方を変更してきたのか。まあ、このゲームって AI の代わり時って2パターンあるって話は前したっけ？うん。自分の残りライフと、あとラウンドの経過数の2パターンで、戦い方、積極性を変えてくるのね。対戦相手の AI って。だから、ラウンドもさ、6ラウンド経過して、中盤になったじゃん、まあ、半分過ぎたわけよこの試合の全部の時間も。それによって相手が戦い方を変えた可能性がある。で、戦い方変えるとやっぱ今までの戦い方ってねハマんないわけだわ。だからこれからはもうちょっとフック連打じゃなくてジャブとフックを臨機応変に使っていく、序盤みたいな戦い方でうまく引っ掛けとかないとまずいかもね。それにしてもタフだなこいつ、何度も倒れてるけど立ち上がってくる。えい、倒れるんだけどね、力尽きる気配は感じないんだよね。うん、3回今までこの選手って負けたことがあるんだけど、その3回ともがおそらくね判定によるものだと思うよ。こいつを KO できる選手がマーク以外にいるとは思えないし、そもそもマークが KO できるかってだいぶ怪しいもんね。うい、あ、でもようやく瀕死になってくれた感じか。そろそろ相手の体力も来て始めてきた頃かな。心が折れた時が、まあ、この試合の終わる時だろうね。うん、向こうのパンチは当たらない、こっちは何度も相手を倒してる。この状況であとは相手のメンタル次第、試合が、うん、終わるのは相手の心が折れた時、そんな感じかな。瀕死にはできる。こっからも長そうだよね、あいつこいつ、なんていうの、元が打たれ強いからさ、瀕死って大体多分3分の2ぐらいライフ削るとなるんだけど、3分の1がこいつ長いから、
3分の2削るのに7ラウンドかかってるわけよ。確かね。うん。ってことは実質あと3ラウンドぐらいかかるわけでしょ、単純計算で言うとね。だから厳しい気がするな。やっぱ長期戦を強いられちゃった感じがする。まあ、ただね、ヘビー級に上がったらこいつ以上に打たれ強いやつがいくらでもいる世界なので、あまりね楽観視できないっていうか、なんていうの、まあ彼相手に手こずってたら話にならないんでね。まあせめて完封ぐらいはしたよね。ヘビー級でも戦っていけるぞっていう力を見せてから満を持してね、ヘビー級で戦いたいよね。ヘビー級に上がるとマークの体重も増えるからパワー上がってね、よりこの時以上に一応戦いやすくはなるんだろうけど。よし。あと彼が打たれ強い理由の一つとしてさ、やっぱりあれがあるよね。普通にパンチを当てる機会が少ない。だからダメージを与えられないでずるずるラウンドを経過させちゃう。よし、倒れた。これ立ってくるかな。 IBS って確かレフェリーカウントストップがないんだよ。だ試合中に3分経過してもダウンした状態のカウントが止まらないわけよ。だから立って引きさえしなければこのラウンドで終わった可能性もあったんだけど、まあ彼はまだ元気だね。普通に立ってきた。うん。これで第8ラウンドが終了か。9ラウンドか。なんか久々にこんなに後半までラウンド重ねた気がするな。うん。ヒットマンスタイルでここまでラウンドを強いられる、まあ相手がヒットマンスタイルっていうのもあるんだろうけど、やっぱりヒットマンスタイルってのはめんどくさい相手だっていうのが改めてね、ちょっと実感できた感じだよね。まあマーク相手にするときの対戦相手もそう思ってるのかな。まあそれ考えるとお互い様だからあんまり相手のことを足用には言えないかな。うん。肩に当たるな。いつも得意のね、サイドに回ってジャブを打つ戦の方が肩に阻まれちゃう。よし。またパターン変えてきたか。瀕死になったことによって、それによってやっぱりね、今までのなんだろう、ローテーションパターンっていうの通用しなくなるから、ちゃんと探っていかないとね、そういうどのタイミングで入るのかっていうのもちゃんと変わってくるから。ういち。よし。ワンツーの後の左フックは有効かもしれない。ワンツーで体が伸びてるから、本来肩に当たる位置に左フックを出しても当たってくれる。ここ、よし。よしじゃねえよ、ガードされた。外した。右ストレート彼になるのは無理くさいな。危ない危ない危ない。全部ガードできたからよかったよ。彼の狙いは結構正確だね。ガードの網を縫うほどの技術はやっぱさすがにハンドスピードが足りないからやってこないけど、うん、厳しいね。判定までいけばこっちは勝てる気がするんだよ。ダウン大量に奪ってるから。あ、でも前回のラウンドは被弾数ゼロで乗り切れたわけだ。うん、まあ、ポイント的にはもうマークの圧勝なんだけどね。ただ相手には試合を一発でひっくり返すパンチがあるので、まあ、相変わらず油断はできませんね。パッチが当たんないからさ、インターバル分の回復をされちゃってる可能性あってさ、いつまでも倒せない可能性があるんだよね。うん。当たり前の話なんだけど、ラウンド中に与えたパンチがインターバルで回復した量を上回っちゃうと、違う、ラウンド中で与えたパンチがインターバルで回復した量を上回らないとやっぱりダメージとして蓄積されないわけじゃん。で、さっきのラウンドって、そのラウンド中に与えたダメージがインターバルの回復量を下回った可能性があるんだよね。そうなると単純に回復されたわけじゃん。ね、KO までが遠ざかっちゃったわけよ。そもそもこいつ相手に KO できるのかちょっと、まだ疑心暗鬼なところがあって。うん。やっぱタフな相手戦いすると、そういうので不安になるのが、なんだろう、よりさ、なんていう、敗因になったりしちゃうよね。こいつにパンチ効いてるのかって疑心暗鬼になるって、やっぱ戦ってる時で一番ダメなことだと思うから、ちゃんとダメージを与えてるっていうことを確信を持ってね、仮にそれがデタラメだとしても挑まないと勝てる試合も勝てなくなっちゃうから、太い心で。また骨折られた。ボロボロ。うん。
あまり言及してなかったけど、この試合勝ってないほど骨折してるよね。大丈夫なのかな、マーク。まあ、いつものことか。マークは、ね、基本的にリングに上がると骨折られる人生を過ごしてるんで、まあ、この程度骨のポキポキでね、マークは動じたりしないんですよ。結構悲惨な人生を送ってるよね、マーク。うん。さあ、残るは2ラウンド6分間。2ラウンドでこいつ倒せるか、微妙なところだな。うん。やっぱタフな相手を、タフなやつ相手するってしんどいね。これだとちょっとヘビー級も厳しそうだな。ヘビー級でみんな判定で勝利とかになってたらどうしよう。まあ、それでも勝てるっていうところを示すのもある意味、マークのね、ボクサーとしての懐の深さっていうのも、語彙力の高さ的な、そういうさ、引き出しの多さ、引き出しの多さみたいなのを見せつける面としてはまあいいかもしれないけど、やっぱやってる側としてはね、あっさり KO して、うわーこいつ強えみたいな感じのやつを演出したいんだよね。重い階級だと特にさ。うん。だから、できれば KO を狙いたいよね。そうなんだけど、やっぱこいつ相手にはさすがに厳しいわな。こっちのパンチが当たってくれないし、向こうもなかなか倒れて、もう起き上がるの早えよ。しぶといな本当にこいつ。ステータス通りの打たれ強さだわ。矢吹城を相手にした時の補正面動作ってこんな気分だったのかな。もうくたばったでしょ。ほら、ようやくくたばってくれたわ。いやー、しぶとい相手でしたね。長引いただけに、こっちもね、ボロボロっすよね。こんだけ長いく、マークがリングにいたっていうのは、本当に久しぶりですね。まあ、彼もまた強敵だった。そういうことでしょうね。まあ、それはともかく、これにて、4団体統一。見事に達成したと。これでマークは16階級にわたって4団体統一を達成したわけです。で、ボクシングの階級は全部で17階級。そう。残すはヘビー級ただ一つ。ヘビー級4団体統一を達成すれば、ついにね、すべての階級で4団体統一を。この世にある全種類の世界チャンピオンのベルトを集める。そういうことになるわけですね。OEBA クルーザー級世界チャンピオン、非常口マーク。 WBS クルーザー級世界チャンピオン、非常口マーク。 IBS クルーザー級世界チャンピオン、非常口マーク。 OEBO クルーザー級世界チャンピオン、非常口マーク。まあ、これにてクルーザー級も4団体統一を達成することができました。で、まあ残す階級はただ一つ、この一つ上の階級、ヘビー級ですね。まあ、さっきも言った通りなんですけど、まあ、ここを4団体統一すれば全階級においてすべての世界チャンピオンベルトを巻いた男、それがマーク、そういうことになります。長かった旅路もついに終着点が見えてきました。あと一歩ですね。まあ今回の苦戦を見る限り厳しい戦いを強いられそうですね。ヘビー級では彼以上に
打たれ強いてゴロゴロいますからね。まあ今から心配なんですけど、まあマークならどうにかしてくれると思うので、まあ頑張ってもらいましょうと。そんな感じですかね。